大助です。争いはできることならしたくないだけど僕だってこの国の王子だ兄の戦いの才覚には及ばずとも僕にもできることはあるただ守られているわけにはいかない一人でも多くの国民を守るために僕は強くなるなるべきなんだ やっぱり、ここにいた。ははは。わかるよ。君のことなら何でも、ね。隣座ってもいい僕はね、まだ不思議に思っているんだ。君と出会って、こうして並んでいること。 もし君がそれを不思議に思っていないならそれはそれで幸せなことなのかもしれないね話すのは初めてだなあんたの様子は見させてもらってたここに来て間もないのにずいぶん依頼を成功させてるこの集会所での信頼度も断トツで高い実力の高さ 人柄の良さがよーく分かったそんなあんたに頼みがある一つ俺の仕事を手伝ってくれないか少しばかり難易度は高いが報酬はそれなりに渡せると思うぜ誰が来たかと思えば懐かしい顔だよーく覚えてるぞ 何年か前に俺がバカな判断をして見逃してやったガキだここまでよく来たもんだ俺の部下は <laughs> <laughs> 皆殺しか <laughs> 反省したよ 見逃すべきじゃなかったあの時家族と一緒に一瞬のうちに死んでおけばよかったぞ必ず後悔させてやるよはーいお待たせしました君の似顔絵なんだけどこれでいいあっ当？いやー今日は調子が良かったよ ほとんど悩まず筆が走る走る今回はモデルも良かったからね。本当に本当に書いてて楽しかったよ。お題は、オッケー、マイドリー旅は道連れ、世は情け、と言いますが、実際のところ、そういう人ばかりではないでしょう。助けても、 助けてもらえないことがあり自分は助けたつもりでもそれを迷惑に思う人もいる <laughs> 理不尽でも不平等でもなく世の中はそういうものだと気楽にとらえた方があなたのためかもしれませんねこんにちはもしよかったら荷物持ちましょうかあ <laughs> 大丈夫ですよ あの橋を渡ったところが僕のお家なので。はい、持ちますね。よいしょうわ。おう。おばあさんダメですよ。こんなの腰を痛めちゃう。え僕全然へっちゃらですよ。